石川県立鈴実業高等学校は、石川県鈴市法流町に所在した、実業高等学校。略称は、鈴実る2010年3月、石川県立飯田高等学校との併合により、併合となったものの、校舎は13年1月より、同県立七尾特別支援学校鈴文校の移転先として強用され、また同高等学校総合学科の科目履修のために、 校舎の一部が一時的利用されていた。2007年に策定された石川県内第二次高等学校再編計画にあたり、石川県立飯田高等学校との間に学校統合が決定したため、2008年より全科募集停止。2007年現在、7つの部と1つの同好会があった。2007年現在、4つの部があった。石川、 母行進の中で、永遠最後の卒業式と並行式2010年3月7日、中日新聞、シリーズ現場、優秀飾れ伝統の調べ来春並行の鈴実のる、吹奏楽部2009年3月13日、中日新聞中日教育省第13回、受賞者企学教育による、学校づくり石川県立鈴、実業高等学校教諭、山田正幸、 ありがとうございます。